こんにちは野球グムチャンネルの時間です編集長の武田浩二です今日はですねあの編集長と言いましたけどえー、実は編集長が変わりましてですね今日は、えー、スーさんと、えー、もう一人新人の編集関連の、はいえー、3人でちょっとですね、はい 野球部も十一号について話したいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。いやー、武田さん。もういよいよ四年半ぶりですか。えー、そうです。もうオリンピック超えちゃいました、ねえー。超えちゃいましたね。まあ、東京大会も一年ね。はい、あの伸びたよう、ね、にうちらも一年伸びましたけど。はい。そうですね。えー。いよいよ十一号が出るということで。うん。はい。で、今回はちょっとですね。まあ、十一号出る前にですね。あの、皆さんにちょっと。どういう感じで。 進んでたのかっていうのをちょっとね、裏話的な感じでちょっと進めていきたいと思いますので、はい、今回特集はですね、うんあのー、前、以前でもツイッターとかでも紹介してますが、ダイエースターズというチームを取り上げてた、はいはい、す。だからもう、あのー、私もですね、あのー、今回からこう野球部も携わって<え>、えー、もうなんて無謀なテーマを選ぶんだと。<laughs> だ誰がダイエースターズ知ってんだと。 ちょっとお呼び越しになったこともあったんですけど、はい武田、まあ、さん、な,なんで大吉さん、ちょっとこう気になったんですか、えっと、11号の編集をしようと、皆さんで話したときに、うん、最初は当時、パ・リーグの1950年をね、ああやろうっていう感じをしてたんですけど、うん、結構ぐっちゃぐちゃなんで、うん、じゃあ、もっとぐちゃぐちゃな球団あるんじゃないかとか。うん で取り上げたいんだけどなんかあんまり出てこねえな、うん、例えば過去のいろんなその野球の本とか見ても、はい、なかなか特集がないのってどこなのかなーなんて思っちゃったりるんでする、ねうんうん、とそういんですね松竹ロビンスとかユニオンズとかいろいろやってきたんじゃないですか、ねうん、だけどスターズもやっぱり絡んでるんで、うん、じゃあちょっとやってみようと思ったらこれが沼ですよね。 そううですねもうだから僕も正直、ですね、あのーまあ、野球、まあ、それなりに、こうねもうねもなんだろうな、うん、あの野球のことを仕事をちょっとやってきたんで、分、うん、かってると思ってたんですけど、えー、実際掘り下げてみると、ですね、えー、もう全然まだ俺もひよっこだったなみたいな、まさに沼で、まあ、いろんなこう人間のですね欲とかですね。 あのプライドとかですね、まあ、そういうのがもうすごいごっちゃごちゃに混ざってるのが大スターズなんだなっていうのが分かりましたね。えー、そうなんですよ。はいうん、だからこうね今今回ちょっとあの鈴木さんにちょっと編集長をやっていただくという11、うんはい、号からねいきなりそのあもう張り切ってやろうと思ったら、はい、スターズっていうのはやっぱり、ね<そ>う <laughs> ね、どうなるんだろうというね。 そうなんですだから本当にね、編集長という大役を仰せつかってです、ね、いろいろ調べてたんですけど、うん、やっぱりなんだろうな、まあ、これを機会に、その少しでも多くの野球ファンに、そのダイエスターズっていう球団を知ってほしいなっていうのはね、どうですか、その今日今回からちょっと加わった新人の編集君はどうでしょう。うんはい ああ本当にその僕が一番、そのななんだろうな2リーグ制で知ってる古い選手、僕もそんなに詳しいわけじゃないので、そうですね、まあ、せいぜい中西太しぐらいなんですよね。うん、で、そうでダイエスターズっていうお題もらって、まあったのは分か,って分かるんですけど、うん、じゃ中心選手とか全然分かんないし、何、うん、だろう、本当に。 なんだろうなお題決まってるけど、ほぼ決まってないみたいな状況、うん、当に作業中もなんか本当に資料がなさすぎて、うん、本当に手がつかなか,手がつか,なかったっていうか、<laughs> なんか本当に水を殴ってるような感じ、ね、ああ、こう感触がなかなかないみたいなね。ねいや今回、あれなんですよね、その選手名鑑を担当していただいて、はいね、ただいろいろ、いろんな切り口で。はい あのー、当時の選手をこうバッサバッサ切ってくれたんで、もうちょっとぜひこう購入された方は選手メーカー見てほしいなというふうにあの編集上からはそう思っておりますので、はい。どうぞよろしくお願いいたします。はいね、よろしくお願いしますということで、はい。そうだよね。あの自分でもダイエスターズっていうのはこう、うん、まあ今回前半と後半というか、だ約、うん、12年の歴史の中で、うんはい、本当に。はい 前前半と後半で全く違う生き物みたいなそうなんです,んですだから僕がその本当に思ったのが、まあ、戦,後戦後すぐにここできていくわけなんですけど、うん、で武田さんがおっしゃる通りあのそうそういうこりどこで線引きっていうのは難しいですけどやっぱりその永田正一が入ってきてからっていうのが後期でそれよりも前は前期かなっていうところでだからまあ ななかなか、ね、例えるのが難しいんですけど、例えばビートルズあるじゃないですか、ビートルズもこう結構音楽的に前期後期分かれていて、うんうん、だなんかなんつうんだろうな、うん、そうやっぱ時代がね、こうそういう,こうカテゴリー、なんだろうな、こ,うこのチームというか、グループが、ダイエスターズっていうグループがあって、ビートルズっていうグループもあったんですけど、長くこういると、やっぱ前期後期分かれちゃうのかなっていうね。 僕はね、音楽的に言うとね、ビートルズってメンバーが変わんないじゃないですか。ああ、そのままだった。どっちかというと、プログレッシブロックのね、そういうこう入れ替わりの激しいバンドってあるじゃないですか。バンドが人だけいるけど、キング・クリムゾンとか。そんなイメージね。だから入れ替わりがすごくて、もう1年経ったら全然違うメンバーで野球やってるって。ああ、なるほどね、大好きも。 もう FA やりっぱなしでどんどん入れ替わりのあるようななんかもう先行ってんじゃねえのダイエよみたいなねそんな感じもするぐらい <laughs> もう激しいじゃないですか出はそうですねだからそういう意味で言うと藤本定義監督やっぱりこう一番長くマダイサズが、ねえー、存在していた中で一番長く監督を務めた方ですけどやっぱりその人がその当時 ではまあ考えつかないような、要するに球団 GM みたいなことをやってるんですよ。もう選手とのその交渉も含めて、下交渉を含めて、うん、であと上、まあ、要するにそのフロントですかね、フロントと掛け合うとか、うん、でもう挙句の果てになんか審判といろいろ仲良くなっちゃうとか、本当にその今でいう球団 GM みたいなことを、もう藤本忠義監督がやってたっていうのは。 だから藤本さんはもう戦前からね巨人の監督やって戦前から戦後にかけての野球チームって監督がもう GM みたいなものだからね一方南海の鶴岡監督もねもうそういう人探しに、うん、だからそういう意味ではねその時代にだけどこう名将なのに上がりきれなかったってのはやっぱその球団とその監督との。 そのやっぱりちょっとリズムが違うとかもうそう何回はねもう鶴岡監督を中心にすごい強くなっていったじゃないですか、うん、同じような雰囲気があるのに、うん、ダメだったのは何かっていうのをちょっと今回ね11号を作ってみて全部は分からないですけど、うん、こう一旦が分かってきたようなね、うん、感じはしましたし<う>表紙がまあ藤本監督っていうのはもう、はい、スターがそれだった 意味でもちょっと本当だったらね松竹の時はこう真田十三とか小鶴誠とかどっちにしようかって迷ったぐらいだったんです看いな。そうですね今回はもうねスタルヒンは6号で使っちゃったし小鶴はすぐ出ちゃったしもうねいないんですよ特にパ・リーグに行ってからの大エスターズって超地味なんで逆になんかこう キュンとしましまたねだからその辺の魅力をですねちょっとうまく伝えられればなと思います。まあ、うん、そうですね,、まあですねまあ、あの本が出る前前,、まあ、前後ですかねあの、うん、一応こう YouTube で、はいろいろ編集こぼれ話的なこととか、はいね、あの今日話したようなそのダイヤスターズについて新しい発見があったとか、うん、なんかそういうこともこうお送りできればと、はい 思ってますんでそうああのー、他にも特集とかありますけど今回はですねちょっとダイエースターズの特集についてちょっと皆さんと3人で話してきましたけど、はいはい、またねちょっとまた、えー、チャンネルの更新もしていきたいと思いますので、ねはい、皆さん楽しみにしておいてください,、はいはい。ということで今日の野球部チャンネルはこれまででございます。えー、チャンネル登録と 概要欄にメルマガ登録のリンクがございますので、またの方は登録よろしくお願いいたします。え皆さん、今日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございましたありがとうございました。